はい、憧れの時間です。今回はドラマの挿入歌になっています、500マイルというのをですね、こちらの方を超初心者でもできる、簡単アレンジの弾き語り解説動画というのを作ってみたいと思います。これはですね、簡単なアレンジをするわけなんですが、キーはですね D です。 D なんですけど、 D でいくとですね F シャープマイナーとか A とかですね、ちょっと難しいコードが出てくるので、超初心者にはちょっと難しいということで、これをアレンジします。アレンジというのはコードを変えるということですね。D のコードをですね C に変えます。 C に変えると音程が落ちるんですけど、それをですねカポというのを使って変えます。元来は D なんですけど、これを2カポにするとこれが C になっちゃう。 D と同じ音になっちゃいます。ただちょっとニュアンスはちょっと違いますけどね。で、コードの方はですね、アレンジしたコードでいきますと C Am Dm7 F ですね。 F はこの省略コードを使います。なぜ省略コードを使うかというとですね、次に Dm7 が出てきた時にですね、ここの薬指と小指を離せば Dm7 になっちゃうんですね。簡単なんです。 F からこちらで、もちろんこの6弦は弾きませんけどね。それから Em7 ですけどね、Em7 は1本しか弾きません。僕はちょっと Em にしたり Em7 にしたりはしています。で、あと F ですね。そして G、だいたい5つか6つぐらいしか出てこないのかな。 1,2,3,4,5 ぐらいですかね。なのでこれだったら省略コード弾けばできるんじゃないかと思います。はい、超初心者バージョンということなんでね、簡単アレンジしたので、本当に最初はね、簡単なアレンジからいってみたいと思います。 C Am Dm7 F、 ここまで一緒なんですけどね、次は Dm7Em7、 そこからすぐに F、G になります。ここまでやってみたいと思います。次の汽車が駅に着いたら、この街を離れ遠く、ここまでですね。次でまた繰り返しです。500マイルの見知らぬ街へ僕は出てゆく。500万、1つ2つ、3つ4つ、思い出数えて500枚、優しい人よ、愛しい友よ、懐かしい、汽車の窓に映った夢よ、帰りたい心を抑えて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 、悲しくなるのを抑えて、次の汽車が駅に着いたら、この街を離れ500万。はい、こんな感じで、もしあれだったらね、繰り返し繰り返し一緒にねついてやってみてほしいと思います。注意点はですね、ストロークにこういう感
感じになるとちょっと雰囲気が違ってくるんでね、ダウンアップダウンアップもじゃない方が僕はいいと思います。こういう感じでね、流す感じがいいと思います。はい、次はですね、ちょっとこの超初心者からちょっとだけレベルアップして、おかずをちょっとつけてみたいと思います。おかずというのはですね、 C を弾くの時にですね、人差し指をハンマリングオン、これだけでもちょっと雰囲気が違うんですよね。 Am でもちょっとあの人差し指を遅らすんですよ。で Dm7 でもこんな感じです。であとはですね、 Dm7 この街を離れ特に G ですね、 G の時にですね、ここの、3弦の2フレット、これをちょっとハーマリングを使います。ここですね、500マイルの見知らぬ街へ僕は500万。こういう感じで、まあ、ちょっと難しいと思いますけどね、このザーンと弾くのをですね、一歩一歩弾くんです。ちょっと難しいと思いますけど、ジャーンじゃなくてですね、一つ二つ三つ四つ思い出数えて五百万。優しい人よ、愛しい友よ、懐かしいさよなら。汽車の窓に映った夢よ、帰りたい心抑えて抑えて抑えて次の汽車が駅に着いたら、この街を離れ500マイル。こんな感じでですね、ちょっとこうおかずを入れるとちょっとうまく聞こえる。これも練習してみてほしいと思います。はい、いかがだったでしょうか。500マイルですね、超初心者でもできる簡単アレンジの弾き語りの解説動画をやってみました。もしまあ質問とかありましたら、まあコメントいただきたいと思います。もしよろしかったらチャンネル登録とかねしていただいて、また次もありますので、見ていただきたいと思います。あこぎの時間でした。ではまた。